アメリカンフォークアート博物館はニューヨーク・マンハッタンにある美術館である。アメリカ合衆国や国外のフォークアートや特色のあるフォークアート芸術家の作品の収集、展示を行っている。18世紀から現在までの8000点のコレクションがある。年間13万人の入場者を記録した。1961年にマンハッタンのミッドタウンに開館し、 2001年からニューヨーク近代美術館の近くの新しく建設された建物に移転した。その建物のデザインニューヨーク近代美術館のデザインとマッチしなかったことなどから2011年に再移転した。この博物館は当初アーリー・アメリカン・フォーク・アーツ博物館の名称で、主に18世紀と19世紀のアメリカの素朴派の作品を展示していたが、 ミュージアム・オブ・アメリカン・フォーク・アートその後、アメリカン・フォーク・アート・ミュージアムと改名され、収集、展示される作品の範囲広げられた。アフリカ系アメリカ人芸術家やラテン系アメリカ人芸術家の作品を含むようになり、1998年以降、美術館のコンテンポラリーセンターに、20世紀と21世紀の素朴派の作品やアウトサイダーアートも展示されるようになった。 ありがとうございます。